こんにちは、西村音響店のチャンネルへようこそ。動画を見ていただきありがとうございます。今回はちょっと変わり者なデッキを2台ご紹介したいと思います。こちらのデッキ、中道の LX3、 そして同じく中道の 581Z。 まあ普通にデッキを紹介する動画もありなんですけども、今回はちょっと焦点を絞って、この2台、普通のデッキってちょっと変わってるなというところを、重点において、取り上げてみたいと思います。このようなデッキをね、変態デッキなんて言ったりもします。はい、それでは、スタート。それではこちらのデッキから紹介していきましょう。まずは LX3。 このデッキの第一印象はやっぱりこのデザインですね。ブラックとシルバーのツートンが本当におしゃれです。なんかね、中道の700番台かな、700シリーズのデザインをね、血を受け継いでるような感じがしますね。あとね、デッキをこう横から見た時にボタンの凹凸が少ないっていうのもね、本当にスタイリッシュですね。なんかヤマハにすごい似てますね。ヤマハもこう横から見た時にスッキリしてますね。で、それほど頻繁に使わないボタンとか、あとスイッチについてはこの中に隠れているというね、なんとも素敵な構造になってます。このカバーの開き方がいいですね。こうゆっくりとした開き方がやっぱり高級感ありますね。でこの LX3 は2ヘッドデッキです。2ヘッドというとちょっと安めのモデルに多く採用されている、カセットデッキの中では最も基本となる構成ですね。なんですが、どういうことか、キャップスタンが2本ついてます。オートリバースデッキではありませんよ、このデッキ。オートリバースなしなのにキャップスタンが2本と。はい、2ヘッドでありながらクローズドループデュアルキャップスタン。3ヘッドではおなじみなんですけども、2ヘッドにやってしまったというね。2ヘッドだからといってこのね、妥協しない設計がなんとも変態ですね。ではちょっと中を見てみましょうか。デッキの底を開けてみます。はい、こんな感じになってまして、再生ヘッドのケーブルがこれです。2ヘッドなんで、録音ヘッドと再生ヘッドの配線がこう分離されてるってことはないです。これで兼用してます。消去ヘッドはね、別なところにつながってます。これは録音と再生のモードを切り替えるスイッチですね。録音モードにすると、このつながってるワイヤーでスイッチが引っ張られて切り替わるという仕組みですね。これも中道の特徴的な設計の一つです。というわけで簡単なんですけども、 LX3 の普通のデッキとはちょっと変わってる部分ご紹介しました。この LX3 の兄貴にあたる LX5 は3ヘッドデッキです。3ヘッドなら録音同時モニターもできますし、あとね、再生と録音ヘッドが別々になってるので音質面でも有利です。 LX3 の方はちょっとね、ノイズが多い感じがしますね。ちょっと高音域を無理くり上げているような印象がありますね。音質や利便性で LX5 を選ぶか、それともこの変態デッキの LX3 を選ぶか、オーディオとしてのトータルバランスで考えたら LX5 なんですけども、僕みたいにカセットデッキが本当に好きな方はきっと LX3 を選びます。というわけで LX3 のご紹介でした。それでは次のデッキいきましょう。では次のデッキいきましょう。同じく中道の 581Z。こいつも結構変態なんですよ。さっきの LX3 は2ヘッドでした。さあ 581Z は2ヘッドでしょうか、3ヘッドでしょうか。正解は3ヘッドではなくて、実は普通の3ヘッドじゃなくて、なんちゃって3ヘッド。ですね、録音同時モニターができない3ヘッドなんですね。どんな構造になってるかちょっと見ていきましょう。まずここにね、なんかスイッチをもう一つ増設できそうな
部分があるんですけども、おそらくここにあれですよね、ソースとテープの切り替えスイッチがつくんでしょうね。兄貴の 582Z がそうですね。キャビネットを開けるとこんな感じ。でね、同時モニターができない理由がここなんですね。この基板、まあ、ここはノイズリダクションを行うための回路になるんですけども、IC の数にちょっと注目してみてください。 1,2,3,4 4つですね。で、1981年生まれのこの 581Z は、ドルビー C が使えます。まあ、この発売年がポイントなんですけども、ドルビー C が登場したばかりの頃っていうのは、ドルビー B の IC を2つ連結してドルビー C としていました。つまりまあ B タイプ ×2 という感じですかね。まあ、そうすると C タイプで録音したら、右と左で2個ずつで合計で4個使ってしまうので、 IC を使ってしまうので余ってる IC がありませんよね。ということは同時モニターができないということになってしまいます。もし同時モニターを可能にしたければ、IC は8つ必要です。では続いて、このデッキキャリブレーション機能がついています。結構ね、この 581Z のキャリブレーションはなかなか難しくてですね、初めて使うときはなかなか苦戦するものです。ではちょっと一緒にキャリブレーションの様子を見ていきましょうか。やり方がわかんないっていうときはね、この部分だけ何度も、繰り返し見ていただければと思います。今回使うのはソニーの BHF、ノーマルテープですので、ポジションは EX で、イコライザーのスイッチは120に設定しておきます。録音をスタートさせて、トーンスイッチをまず400にします。するとメーターが触れてきましたね。これでレベルのキャリブレーションモードになります。で、ここでポイントなんですが、まずレベルのキャリブレーションモードでバイアスを調整します。バイアスが少なすぎたり多すぎたりすると録音レベルが下がるので、録音レベルが最も高くなるようにまずバイアスを調整しようというわけです。今バイアスが多すぎる状態です。ここからね、バイアスを浅くしていくと録音レベルがどんどん上がっていきます。でも少なすぎるとまたレベルが、落ちてしまうというわけですね。メーターも、触れてこなくなります。バイアスが少ないよりかは多い方がマシなので、バイアスを最も多くした状態から徐々に徐々に浅くしていくと調整しやすいですね。これでテープにちょうどいいバイアスが、まあ、大体かかったという形になります。そうしたら今度はレベルの調整で、メーターの 0dB に合うように調整していきます。はい、これでメーターの 0dB に左も右も合いましたね。次はトーンスイッチを 15kHz にして、バイアスの調整です。さっきもバイアス調整したじゃないかって思うかもしれませんけども、今度のバイアス調整は音質を調整するためのバイアス調整です。さっきと同じようにメーターの 0dB に合うように調整していきます。はい、これで合いました。そうしたらもう一度トーンスイッチを400に切り替えて、メーターの表示を確認します。もし 0dB からちょっと外れてたら微調整します。微調整したら今度またトーンスイッチを 15kHz にして、またずれていたら微調整してっていう風に繰り返しながら、400と 15kHz 両方で、0dB に合うように調整していきましょう。まあ、結構ややこしいですけど、まあ中道らしいっちゃ中道らしいですね。まあ、素人お断りな雰囲気ではやっぱりさすがですね。ここで皆さん、なんか一つ矛盾を感じませんでしたか？この 581Z、録音同時モニターってできませんよね。
でもなんでキャリブレーションがついてるんでしょうか。いや実はこれ裏でなんか同時モニターやってるんじゃないの。というわけで何やら怪しい配線が登場してきました。よく見るとね、デッキの中から配線が伸びてます。ここにつなぐのがこちら、シンプルなヘッドホンアンプ、秋月電子さんで500円で売っているキットなんですけども、これを使ってちょっと音を吸い出そうという感じですかね。まずは電源を接続、そして581の基板から引っ張ってきた配線をアンプの入力端子に、最後ヘッドホンアンプの出力と、スピーカーにつながるパワーアンプですね、これを接続します。はい、電源装置の電源が入りました。ではね、この状態で録音をやってみましょう。まず録音スタンバイの状態にするんですけど、音が鳴りません。でもスタートさせると、おお、鳴った。これぞ無理やり同時モニターってやつですね。ただまだ驚くのは早いです。ここからが本番。録音中にバイアスを調整したら音質が変わって聞こえるのか。さあ果たして結果は、どうでしょう。これなら安心してバイアスとレベル調整できそうですね。ここではスピーカーにつなげてやりましたけども、ヘッドホンをつなげても全然普通に聞こえてきます。ただしノイズリダクションは効かないので、それだけ要注意です。ドルビーなしのテープだったらね、全然聞けちゃいます。では最後に種明かしをしたいと思います。一体あの謎の配線はどこから生えていたのか。デッキを逆さにして蓋を開けるとこのようになってるんですけども、ここにありますね。こちらが例の配線です。再生ヘッドから拾われた信号は、ここにある回路で信号が増幅されます。ここから信号を取っていたというわけですね。左チャンネル、右チャンネル、そしてグランドの配線があります。グランドはね、ボディのどっか適当なところに挟み込んでおけば OK です。車で言えばアースですね。というわけで今回は変態デッキと呼ぶにふさわしい2台の中道をご紹介しました。他にも個性的なカセットデッキたくさんありますので、機会があれば特集していきたいと思います。エンディングは LX3 と 581Z の音質比較です。それではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。